はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ドラゴンクエスト7やっていきましょう。さあ、本当にまだまだ終わる気がしません。誰に何を聞けばいいんだろう。大丈夫です。昔砂漠を魔物が襲った時もなんとかなったじゃないですか。大丈夫大丈夫、そう言っていないと気が変になりそうと。恐ろしい方じゃ。神の怒りか魔物の仕業か、砂漠は闇に包まれてしもうた。わしにはもう家族を守る力はない。おお神よと。神をお助けください。あの日我らの前にお姿を現し、とこしえの平和を約束くださったのは偽りかと。おお神よと。ニーニーと、あなたは、これから食べ物もなくなるかもしれない。なるべく無駄のないように料理しなくっちゃと。はい、ここはお姫さんがいましたよね。あ、お姫さんじゃないわ、女王さんだね。まずは食事。なんといってもまずは食事だよ。ちゃんと食ってけ、いざという時もなんとかなるもんさと。魔物が出たり、それが真っ暗になったり、確かに怖いけどさ、なんか父ちゃん見てると情けなくなって怖いの忘れてくれよと。父ちゃん困ってんだね。おろ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 と。魔物魔物魔物だ、どうしようどうしようと。どこにも逃げられないっていうし、あ、誰か助けてと。子供の前でそういうとこ見せたらダメだよね。示しがつかないですよね。そう思うとお母さんの方がしっかりしてるかもわからないね。肝っ玉太いのかもわからないね。下回んなかったけど。あ、彼がここの族長だっけ、今の。違ったかな。俺たちこの先どうなるんだろう。三つ子の坊ちゃま方は当てになんないし、ああどうなっちまうんだと。普段威張ってるくせに三つ子の坊ちゃま方は寝込んでるよと。全くろくでもねえと。本当はお食事作らなきゃいけない時間なの。でもお台所に一人で立つのが怖くってバラバラと。で、にーにーにゃおんか。坊ちゃま方は、あ、これ長老さんだっけ。あ、族長か。おお、救い主様、よくぞよくぞ砂漠へお戻りくださったと。ああ私救い主になったのかな、もう忘れちゃった。見ての通り砂漠は闇に閉ざされてしまいました。古の魔王の復活と恐れる者もおります。すぐに女王様が神に祈りを捧げ助けを求めましたが、なぜか神はお答えにならず、逆に城が魔物に襲われる始末。女王様もさぞかしお心細いでしょう。どうか救い主様、お城へ向かい女王様のお力になってください。あ、とりあえず先見えたね、ミャミャと。で、お城に勤めてる姉さんが心配だわ。お城が襲われたって聞いたけど、姉さん大丈夫かしら。まあ大事な話は聞けたかな。あ、3人が、これが3人だね。こちらは通称サンバカ族長様の、あ、サンバカか、一回切らないといけないね。族長様がサンバカっていう感じになっちゃった。族長様の息子さんのお部屋ですわと。下の弟さんはお兄様方がうるさいってバルコニーにいらっしゃいます。あ、こんな時なのにあの方魔物が怖くないのかしらと。あ、下だけまともなのがいたんだっけ。ビク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 と。女王様お助けと。バラ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 、精霊様お助けと。ガタ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 、神様お助けと。あ、どうしようもないね、ほんとね。はい、砂漠がこんなことになってから奥様をなされてばかりと。大丈夫かしらと。鏡見てみましょうか、アイラさんね。アイラさんだったらべっぴんさんなんでね。アイラは無言のままじっと鏡を見つめたと。お、何？ナルシスト入ってますか。ひー、来ないでおくれ、来ないでおくれと。ベランダってどこにあるんだろうね。ベランダ、上のフロア行ってたよね、彼ね。あ、こっちから行けるのか。神は我々に平和を約束した。ところが突然砂漠は闇に閉ざされ魔物たちがやってきた。神の言葉は偽りだったのか、それとも神の力でも太刀打ちできないほどの魔物、古い言い伝えに聞く魔王が再び蘇ったのか。救い主というお前たちは砂漠の民の味方なのか、それとも魔物の一味なのか。おお、なんか哲学だね。母、冗談だ。お前たちのような人のいい顔の魔物はいないと。それにしてもこの世界はどうなってしまったのだと。この人はかなりまともなんだね。よいしょ。
え？あ、こうか。え？え？ちょっと待って。まさか降りれないんだけど。あ、降りれた。なんか難しいな。さあ、じゃあお城に行きましょうか。あ、誰かいるね。今右側に。あ、あれ彼か。また砂漠に魔物が出るんです。ヒージーさんから聞いてたのとそっくりだ。お城は襲われたっていうし、空はこんなだし、なのに神様は何にもしてくれません。何にも答えてくれないんですと。こちらは砂漠の民の偉大なる直長様のお屋敷。もしやと。皆さんはかつてこの砂漠を訪れた救い主様。救い主様。ああ、救い主様ですね。よかったと。さあ、どうぞ中へ。直長様も村の者も皆様お待ちしておりましたと。あの、チミ見てないかい？私たち出てきたんだよ。出てきたようにしか出てきた、見てないんだよね。よいしょ。まあ、彼はな、いつでも、ああいうこと言うんだろうからね。まあ、仕方がないけどね。これ入れる。入れるね。ああ、にゃーんと。なあと。本はね、別に減ったりしないから読むの、読んでると思いますんで、やめときましょう。で、あ、なんかあったね、これ。何故神は砂漠の民を苦しみに合わせるのか。この苦しみはいつか終わり、再び平和の時が来るのか。それとも、と。わしにもわからん。じゃが、お前らにできる限りのことはしよう。ああ、結構です。はい。お、わしが釣りをしてると思うかね。いいえ。ほむ、そうじゃらそうじゃらと。ここどこ行くの。はい、はい。全然覚えてない。あ、これジョー様とかな。この大きな像は砂漠を守る大地の精霊様の像。精霊様のお顔がもし失われていなければ、きっと砂漠に魔物なんか寄りつけなかったはずなのに。え、またかけたのかい。ようこそ民の方、大地の精霊の像へ。像の中は安全ですわと。あら、いっぺんかけて、あ、かけて、あ、目を入れに行ったのか。ほいほい。こちらは礼拝所。大地と精霊と神と祈りを捧げ、砂漠の平和を祈る場所です。ここ、あ、一緒だね。あ、さすがにここには魔物の手も及んでいません。体の中って言ってましたね。大地の精霊様、砂漠からどうか魔物を追い払ってください。お願いします、精霊様と。もう顔がなくってありがたみがないなんて失礼なことは言いません。だからお願いします。早く外の魔物を何とかしてくださいと。精霊様、主精霊様、この老いぼれの願いをどうか聞いてくださいと。我ら砂漠の民をわしの家族をお守りくださいと。おお、あなた老いぼれじゃないでしょ。旅の方、大地の精霊の像へようこそ。この像は大地の精霊様の姿の一つと言われています。大地の精霊様は様々な姿を持ち、この像はそのうちの戦いの姿ということですと。私は神の教えを広めるため世界中を旅してますが、我が神はどれほど祈っても救いの手を差し伸べてくださらない。ああ、なんということ。あ、女王様はここにはいないのかな。でも城は襲われたって言ってましたからね。申し訳ございませんが、この先を通すことはできません。奥の扉の向こうは私も存じ上げませんが、この像を再建した方が決して開くなと、いずれ時が来るまで決して開くなと命じたそうですと。おお、おお、あらら、ピクピクいっちゃったね。これを出れる？あ、これは女王様はまずいないね。はい。あ、そうだそうだ、思い出した。あれ、あの、このマーク、アンクのマークだね。あの、ウルティマやった時にね、出てきましたね。おやなんか大丈夫なのかな。不安しかないんだけど。どうかお願いします。なんとか、元の砂漠に戻してください。ちっちゃい弟が怯えて眠らないんです。どうか精霊様と。あ、どうぞお参りは自由です。大地の精霊よ、どうか砂漠の民を見捨てたもんなと。
おばあさんなんか言うかな。お願いします、お願いします、精霊様、大地の精霊様、砂漠をお救いくださいましと。はいはい、そうですか、そうですね、困ったな、どうか魔物を追い払ってくださいましと。これ登れたんだっけ。あ、顔がない。あれ前こんなだっけ、覚えてないな。じゃあここはダメだったと。おー、すごい歩かされるね。これは、あ、これはこうか。で、結局、あ、結局じゃあお城に行かないといけないと。あ、結構人いるんだね。大地の精霊の像へようこそ旅の方。お顔のそばへいらっしゃいたいのでした。中央の階段を登ってくださいと。よくじいさんから聞かされたよ、この像の話。ただし魂は天に召された後再び蘇る。蛇が皮を脱ぎ捨て新しい姿になるように生まれ変わるのだってねと。じいさんが生きてたらな、砂漠がこんなことになって、俺どうしても、あ、俺、あ、どうしていいのか分かんないという感じでしたかね。あ、おじいさんいるね。ちょっとじいさんも話しておきましょうか。この像には砂漠の民の生きる道が示されておる。よく生きたもの、正しく生きたものが死のとこに着くとき、神の使いの鳥が現れ天の国へ導くだろう。天の国、神は我らをどこへ導くおつもりなのかと。はい、これは困っちゃったね。となるともう行けるところは、まあ、とりあえず城だね。はい、あ、ゾンビソルジャーね。あ、そうだ精霊さん、精霊さんの話だったねすっかり忘れてました。そうだ、精霊さんを、精霊さんを集めないといけないんだわ。もう1週間経つとね、すっかり忘れちゃいますね。ちょうど1週間おきに取りだめしてるんだよね。ということで、お姫様は城にいるということでいいのかな。で、あ、ちゃんと今回こういうところちゃんと降りれたね。武器、坊やはもういいか。いいね。あ、出れないのね、ここ。枠でくくられてるのね。これ武器屋だっけ。え、ふーっと。あ、人がいなせんね。あ、いたいた。言い伝えの通りだ。ひいじいさんの言ってたのと同じだ。空が暗くなって他の町や村の姿が見えなくなって、どこからか現れた魔物にみんなやられちまう。言い伝えの通りだ。みんな死んじまうんだと。で、城は左上だったと思うんですよね。あ、そうだそうだ。あ、お、まさかお主ら魔物ではないだろうな。よくその顔を見せてみろと。これはもしや砂漠の救い主様ではありませんか。大変失礼いたしました。さあどうぞ中へと。我ら砂漠の民、首を長くして皆様をお待ちしておりましたと。おお、そうなんだね。まあ、とりあえずじゃあ、え、あ、こっちか。今は魔物は城の中にはいません。今のところはねと。ふーと、あ、ミーミーね、今回は。お姫さんどこだい。これは救い主様、どうぞご自由にお通りください。これだけ守りを固めれば、もう魔物も入ってこれないでしょ。あ、もう襲撃された後の、襲撃は一回終わってんだね。はいはい。ん？
それはと。救い主様、よくぞ砂漠へお戻りになりました。女王様は救い主様をずっと、もうずっとお待ちでしたと。え、なんと女王様は救い主様と直にお話しされたとおっしゃっておいでです。ただいま一晩払いをいたします。もうしばらくそのままお待ちくださいませと。お集まりの皆様と。申し訳ございませんが、本日女王様はご気分が優れないご様子、どうか今日のところお引き取りくださいませと。ゲー細かいね。それでは私たちもこれにてと。お話が済みました頃戻ってまいりますと。というところですが、お時間よくなっちゃいましたね。それじゃあこの辺で終わっておきましょう。ドラゴンクエスト5、ドラゴンクエスト7、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。